どうも川口プロデュースのリベロです。今日はあの上野でうちのメンバーのアベベが出演していた尻を見てしまうという舞台を今見てきた帰りなんですけど、ちょっとそれが面白すぎてもう大爆笑して、今ちょっと高揚が抑えられない感じなので、ちょっと急遽あのここに来ました。ででーん、東京スカイツリーでございます。この間あの東京タワーに来たんですけど、まあ東京タワーも来たらスカイツリーも見なきゃなってことで来たんですけど、本当にもう今日は来るつもりではなかったんですけども、ちょっとあまりにもいい舞台を見たんで来てしまいました。いやあれですね、あの案の定カップルやらファミリーやらいっぱいいるんですけど、今日はちょっといい気分なので寂しくないです。というわけで、東京スカイツリーとその周辺の素敵なイルミネーションをご覧ください。というわけでいかがでしたでしょうか。冒頭で寂しくないとか言っちゃったんですけど、やっぱり、ね、こういうイルミネーション見てるとちょっと虚しい気持ちになってきますね。まあでもあのご覧の皆様の心がちょっとでも温かくなれば幸いです。というわけで、この動画もし痛々しいなと思ってくださった方は、高評価ボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。あと我々川口プロデュースメンバーツイッターをやっておりますので、下の説明欄と概要欄からぜひフォローをよろしくお願いします。では、風邪をひかないうちにもう帰りたいと思います。本日のご視聴誠にありがとうございました。プリプリ、ゼイベンコンコプリベン。